キルヒハイムはドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ軍に属す町村でキルヒハイム行政共同体の本部所在地である。キルヒハイムはビッティヒバッハ川沿いに位置する。この町はバイエルン州とバーデンビュルテンベルク州との宗教の町である。この町は公式には7つの地区からなる。このうち小集落や 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。キルヒハイムの最初の文献上の記録は、742年のビュルツブルグ市教区の大長に登場する。キルヒハイムは、ビュルツブルグ市教領の一部として1803年に、まず、バイエルン大公領として世俗化され、その後1805年にプレスブルクの和役に基づき、トスカーナ大公フェルディナンド三世が創設した。 ビュールツブルグ大公国に移されたが、1805年に最終的にバイエルン王国の所属となった。バイエルンの行政改革の時代、1818 18年の市長村礼により、現在の自治体が成立した。2014年5月1日からビエルン・ユングバガーが市長を務めている。フランケン鉄道、キルヒハイム駅、キルヒハイムは、キルヒハイム及び、 ガウビュッテルブルンにそれぞれフランケン、鉄道シュトゥットガルとビュルツブルグ線の駅がある。ラウダとビュルツブルグの間にあたるこれらの駅には2時間ごとにベストフランケン鉄道のレギオナルバーンが発着する。ありがとうございます。